掛川城。掛川城は、東藤海国佐野分掛川、現在の静岡県掛川市掛川にあった、日本の城である。戦国時代には、東海道を訳する東藤海国東部の中心、拠点として掛川はしばしば争奪戦の舞台となった。朝比奈市によって、逆さ川の北沿岸にある、四道山に築かれたとされ、 現在見られる城郭の構造の基本的な部分は、安土桃山時代に同地に入宝した山内和豊によるものである。本丸を中心に、西に、絡めて南東に大手を開き、北に天守栗はである天守丸、その北に竹の丸、南に松尾栗は、西に中の丸、東に二の丸と三の丸、その南を相構で囲んだ、はしご角式の平山城であった。 明治以降は、廃城令によって、廃城処分とされた建物の一部を残して撤去され、道路や庁舎の建設によって、大半の遺構が撤去されている。現在は、1854年に倒壊した天守や大手門などの一部の建物、塀が復元され、堀や土類、石類の復元が行われている。城石の整備が、城下に至り、電柱の埋設などと死刑官の配慮に及んだ。 室町時代中期の文明、1469年から1487年、年間に守護大名、今川義忠が、重心の朝日名康弘に命じて築城したと伝えられている。当初は、四道山より北東にある骨の山に築かれており、四道山の城は1513年に新たに築城されたものである。そのまま朝日名氏が城代を務め、大広氏の子孫である。 朝日奈康義、朝日奈康康朝が、大大城を預かった。ところが、1568年、A61 年、朝日奈市の主家の今川市が、カイノ国の武田信玄、三河国の徳川家の両大名から挟み撃ちに遭い、当主の今川氏真は、本拠地たる春府館を捨てて、朝日奈康朝のいる掛川城に逃げ延びた。このため、掛川城は、 徳川勢の方位に合うが、大長は城を守って、なかなか落城しなかった。この際、徳川勢はかつて、掛川城があった子、角山を拠点としたという説がある。しかし、大勢に、武勢もあり、和議で、主君、宇治真の身の無事を家康に認めさせると、大長は、会場を決断した。宇治真と大長は1569年2月8日。 永禄十二年一月二十三日に掛川城を開き、相模国の小田原城へ退去し、掛川城には城代として家康の重臣、石川家なり交通親子が入った。間もなく、駿河国に入った武田信玄が徳川家康と敵対し、掛川城にほど近い牧野原大地に諏訪原城を築き、さらに掛川城の南方にある皇天神城では、武田 徳川領氏の激しい攻防戦の舞台となった。しかし、掛川城は1582年、天正十年の武田氏の滅亡まで、徳川氏の領有であり続けた。その後も掛川城は、石川氏が城代を務めたが、1590年、天正十八年に、家康が東海から関東に違法されると、掛川城には、豊臣秀吉の直進であった。 山内和豊が五万千国、後五万九千国で入った。和豊は、掛川城の大幅な拡張を実施し、石垣、河原吹きの建築物、天守など金星城郭としての定裁を整えた、城郭とした。1600年、慶長五年の関ヶ原の戦いの後、和豊は、土佐一国を与えられて、高知城に移転した。その後、掛川城には、 多くの不代大,大名が入ったが、最終的には、大田市、大田道館一族の系統が入り、何度か城の集築も行われている。ところが、幕末の1854年、安政元年末に、東海地方一帯を、大地震が襲い、安政東海地震、掛川城も、天守を含む大半の建物が倒壊した。この際、政務所である、二の丸御殿は百六十一年、 文久元年までに再建されたが、天守は再建されることはなかった。建築以降としては、1861年、文久元年に再建された二の丸御殿が現存し、1980年、昭和55年に国の重要文化財に指定されている。現在、御殿内は入場可能となっており、最高や部屋割りなどをそのままにすることで、当時の風情を残す。 その他構えの遺構としては、石垣や土塁、堀の一部が現存。この他に、移築して現存する建築物としては、三の丸から本丸に移築された太鼓櫓が現存する。玄関下古門が明治維新後に、袋石の油山寺にそのまま移築され、これも国の重要文化財に指定されている。大手門番所も幕末の建築であり、 市の指定文化財に指定されている。また、掛川支援満寺の三門として、吹き、吹きの門がどこの門か定かではないが、菊川市、西方の龍雲寺裏門に移築されている。竹の丸は、江戸時代には武家屋敷のあったところだが、明治以後は、豪商の松本家が購入し、屋敷の建て替えを行った。この建築が、その後に掛川市の所有となって現存し、 明治時代の上流階級の邸宅と小規模な庭園がある。2009年、建物の修復工事が行われ改修後は、有形文化財として一般に公開されている。1604年、慶長9年の大地震で倒壊し1621年、元那7年に再建されたが、1854年、安政元年旧暦11月4日の下江東海地震により再び倒壊。 その後、天守は再建されず、天守台などの遺構が残るのみであった。1994年、平成6年市民や地元企業などから10億円の募金を集めて、戦後初となる木造による天守を再建し、掛川のシンボルとなっている。山内和と予想賢治の姿は不明であるが、1621年に再建された姿は、 東東海国掛川城五天守大石垣土手宝書絵図に描かれている。それによれば、二十目以上が板壁で二十目には、東半筆窓に、下等窓を打つ相当型の天守が描かれている。三十目の壁は黒く、縦横に線が描かれているため、土板で囲まれた内縁降乱で、当初は外縁降乱であったと推測されている。三層四階の入りもや造りである 二重目の、東派筆窓や慶長時代の様式といわれる、加藤窓などは、絵図などの調査に基づいて、忠実に再現されている。また、この天守を再建するに際しては、山内和豊が、掛川城の天守と同様の姿に立てさせたとされる、高知城の天守を参考にして、それに近い構造をとし、壁は、白漆喰で塗り固められている。復元する上で参考とした。 原存の高知城天守は、江戸時代末期の再建であり、創建当初のものではないと指摘されるが、創建当初の天守を忠実に復興したとされるため、数豊創建時の姿に近いものであると考えられている。一方で、掛川城の天守が地震で倒壊する数年前の1851年、開園四年に作成された、天守大周囲の崩落した石垣と、 芝土手の被害状況を示した絵図面が残っており、同時に天守の形も示されているので、海江地震以前の天守を知る重要な手がかりとなっている掛川城二の丸美術館像。ただし、周り縁降乱が描かれていないことや各海壁面の下見いたわりであなど再建された天守とはやや異なっている部分もある。現在の天守閣は、食法期以降の近世の天守丸として、 復元整備された。復元の際の発掘調査では、中世段階の食い違いこ,こを、クルワを取り囲む大型土工群などが発見される。天守大石垣は、近世、17世紀中央から18世紀の積み直しを行った。南面と西面に山内木の自然石、ほぼ割石を用いた。石垣は、復興天守に伴い解体された。天守大は、 基盤となる地層の地山の一部に盛り土をした上に石垣を築いた。木星地の上に築いたため安静の大地震で東、北面が崩れ落ちてしまった。本丸死に以前の地形は南に傾斜した八地だった。その八地の境外な平坦地には厚め石墓からなる中世母軍が造営されていたことが発掘調査により判明した。 その他には本丸武神の際に埋め立て本丸空間を確保した。元は三の丸東南隅にあったが、安政の大地震の後、山宋櫓が倒壊した後に建てられた。明治廃城の時に移築されるが、その後再び城内に移される。元々あった荒わ亀櫓、荒目倉に代わって、三の丸にあった太鼓倉が移築された。現在は、 江戸時代の建造物がそのまま城址に残っている。2012年からは、将棋の王将戦七番勝負の第一局が二の丸茶室で行われるのが恒例となっている。演州県川城一枚、1644年、昭法元年内閣文庫像、東都海国掛川城自身の不思想書の里藤図一枚、1855年、安政二年掛川城、二の丸美術館像、 東都海国掛川城御天守大石垣土手宝書、絵図一枚、1855年、安政二年掛川市二の丸美術館像。年末年始、12月30日から翌年に1月1日まで、掛川駅から掛川城までの約500メートルと、周辺商店街では、以下などの施策により、城下町風の景観が整備されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。